全てを解明する一冊の本が出版されるというのだ。早速真実を調査することに。著者であるパンタ・フエフキなる人物はアメリカで寿司屋を営んでいた。しかし彼のもう一つの顔は世界的に有名な超常現象研究家なのである。パンタさんはミステリーサークルがどうやってできたのか本当にご存知なんですか？もちろん知ってますよ。実際ね、去年僕がオーダーして作ってもらったサークルがあるんですよ。一体彼は誰に頼んでサークルを作ったというのか。オーダーしてできるんですか？そうそう、これです。これほら、これはでも去年一番美しいと言われてたミステリーサークルですよね。昨年研究家をうならせたこのサークルをオーダーで作らせたというのか。これうちの寿司屋の写真なんですけど、彼が差し出した一枚の写真、そこには信じられない事実が映し出されていた。この看板に書かれたマークに見覚えはないだろうか。そう、パンタ氏の寿司屋の家紋こそ昨年話題になったあのミステリーサークルそのものだった。彼はこのサークルをオーダーで作ったというのだ。ならばパンタ氏は誰に頼んだのか。ミステリーサークルを作ったのは実は一体ファンタ氏はこのミステリーサークルを誰に頼んだのか。ミステリーサークルを作ったのは人間なんです。人間なんです。人間なんです。人間、そう、ミステリーサークルは人間が作っているというのだ。ファンタ氏によるとイギリスにはミステリーサークルの鍵を握る闇の団体がいくつも存在し、彼はある団体のリーダーと接触、全ての謎を明らかにしてもらったのだという。もしね、人間が本当に作るんだとしたら、どうやってで何のために作るのか知りたいんですよね。一夜のうちに出現する巨大なミステリーサークルを人間がどうやって作るというのか。これまでも様々な理由で人間の手では作り得ないと否定されてきただけに、ぜひその瞬間をスクープしたい。それだったら彼らに頼んで作ってもらえますかね。本当ですか？そんなことできるんですか？そんな簡単にミステリーサークルを作ることができるのか。我々はファンタ氏を通じて闇の団体とコンタクトを取り、一大ミステリーサークルプロジェクトを実行する。しかし現在イギリスは冬、麦畑に麦は残っていない。そこで急遽プロジェクトの舞台を変更することに。そう、現在真夏の太陽が照りつける国ニュージーランド、ここなら麦畑もあるはずだ。そしてこの地にプロジェクトチームは降り立った。全ての謎を知るパンタ氏を筆頭に、これまでスタッフ、そしてイギリスから闇の団体を呼び寄せ、ニュージーランドへと向かった。果たしてミステリーサークルを作り出す闇の団体の正体とは。あちらにいらっしゃる方、あそこにいらっしゃる方がミステリーサークルを作っているという方なんですね。ある意味すごい人と会えるわけですよね。行ってみましょう。そこに現れたのはたった3名の男たちだった。いやー、まさかここに来てサークルを作るとは思わなかったよ。でもいい畑がなかったら諦めてくれよ。闇の団体のリーダー、マチュー・ウィリアム、彼がミステリーサークル研究家の目をごまかし続けた人物なのか。テレビでこれを見せるなんて初めてだよ。でも作ると決めたからには全てを見せるよ。普段は他の職業を持つ2人、ひとたびマチューの集合がかかれば闇のスペシャリストに変身する。条件に合う麦畑が見つからなければプロジェクトは中止だという。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。車を走らせること2時間、彼らが動き出した。なかなかいいんじゃない？この広さを見てよ。あそこに2つか3つラインを引いて。条件は3つ。麦が膝丈以上で密集していること、麦畑に入りやすいようにトラクターの輪立ちがあること。Is this a good
This field? Yeah. ここの畑は最高だね。麦もまっすぐに倒れるからいいですよ。条件にも合ってるし、うん、この畑にするよ。どうやらこの畑が条件にぴったりのようだ。そこでマチューが選んだ畑の主と交渉、協力してくれるのか。ミステリーサークルを作りたいんです。ミステリーサークルを作る？面白いね。本当にできるんだったら使っていいよ。心よく主も OK をくれた。これで舞台は整った。作業はいつものように夜中のうちに行うという。その前にもう一度確認しておこう。あなたが本当にミステリーサークルを作ってらっしゃるんですか？ええ、イギリスで作ってるよ。私の団体の他にも8チームぐらいあるね。全部で25人ぐらいかな。私は1994年頃から作り始めて、8年の間に60個以上は作ったよ。では彼らの活動の目的は何なのか。私たちはサークルを作ることによって、そのエリアに超常現象が現れると信じています。デザインも勝手に決めるんじゃなく、宇宙からのインスピレーションで決定するんだ。簡単に言うと、宇宙人とのコンタクトの場所を我々が作っているということさ。麦を倒すことによってピラミッドパワーみたいな力が生まれるんだ。こうしてプロジェクト開始。まずはデザインを決める。今回は野村アナが好きなサークルを選ぶことに。今まで出現してきたミステリーサークルの中から好きなデザインを作ってもらう。あー、こんなのもいけるんですね。彼らの実力を見極めるためにも、より複雑なデザインを依頼することに。あ、これいいんじゃないですか？ This one? うん、あ、これはね、2000年にできたすごい難しいやつ。これできますか？これだったらもう一度作ることはできるよ。うん、大丈夫です。どれぐらいでできます？4時間？4時間ぐらいじゃない？3人で？4時間でできます。本当に4時間でできちゃいます？4時間。わあ、じゃあこれお願いできますか？わかりました、いいですよ。デザインが決まり、綿密な打ち合わせがスタート。ここが直線になるから、スワンはここを測ってくれ。ここは8で、こっちも8。設計図を前に1時間にも及ぶ話し合いが持たれた。そして、僕たちはこれを夜の12時から作り始めようと思うんだ。どうですか？ OK、 It's great。 準備完了。その頃、麦畑ではミステリーサークルができる歴史的瞬間をカメラに収めるべく、高性能カメラ3台、さらには完成したサークルをいち早く確認するため13台の照明をセッティング。見守るスタッフは総勢20名。誰もが高鳴ることを抑えられないでいた。しかし、そんな我々の期待とは裏腹に、マチューたちが用意した道具は紐のついた板、竹竿、小型ライトなど、なんとも味気ないものだった。本当に広大な麦畑に美しいミステリーサークルを描き出すことができるのだろうか。不安と期待が交錯する中で、プロジェクト開始時刻は刻一刻と迫っていた。3人も麦畑を前にして、最終的な打ち合わせと準備に入る。そして、ただいま夜の11時30分を回りました。皆さん、スタンバイは OK ですか？ Yes, let's go. Yeah, yeah.それじゃあ、みんな時計を合わせよう。3人は時計を合わせた上、ミステリーサークルを作るときは必ずやるという精神統一。